今多くの方々が大変な思いをされている中で、特にですね、出来心でお金がなかったから盗んでしまいましたというような犯罪も増えてきてるんですね。皆さんも何かしらニュースとかで見たことあるかもしれません。例えば日本酒186円のものを盗んだ70歳の男が逮捕された、そんな話です。186円の日本酒を盗んでも逮捕される、当然です。それはやってはいけないことだから。一方で裏金2954万円をパクったおっさんは、国会議員を辞めることなく、そして納税することもなく、逮捕されることもない、そのような状況で国会の中にいると。他にもウイスキー1本53歳、これ盗んだんですね。所持金は10円、お酒を飲んで死のうと思ったって、勢いつけないと死ねないからって、胸が痛くなるような話だけれども、やってはいけない。当然こういうことをやったら裁きを受けるのが当たり前のことなんですけれども、裏金2728万円、これを猫ばばしたおっさんたちは国会議員辞めることはありません。納税すらしません。それだけじゃなく、捕まることもないってことです。他にもマグロの握り寿司、牛肉、食料品2点1291円を盗んだ漁師の74歳、男性、やってはいけない。それはもちろんだけれども、大変だったんだろうなって思っちゃいますよね。一方で裏金を2403万円も作ったこのおばさんは、国会議員辞めることなく、納税することもなく、捕まることもないまま今も国会議員として活動している。それだけじゃない、豚ロース、スライス1点277円を盗んだ人、やっちゃいけないことですよ。でも大変だったんでしょう、生活が。胸は痛いけどしょうがないこと。一方で2196万円もの裏金を作った元スケート選手、今や国会議員の方、議員を辞めることもなく、納税することもなく、捕まることもないんですよ。それだけじゃない、煮卵1パック538円を盗んだ87歳男、苦しかったんでしょう、食べたかったんでしょう、煮卵。気持ちはわかるけど、やっちゃいけないことだから捕まるんですよ。一方で2057万円ものお金を裏金として作って猫ばばした奴らは、捕まることもない、議員を辞めることもない、納税すらしない。それだけじゃない、まだまだある、まだまだある。レトルトご飯のパック、レトルトご飯のパック1個盗んだんですよ、203円。そんなものを盗まなきゃいけない状況、胸が痛いけどやっちゃいけない。けれども裏金作ったやつらは、自民党を辞める、無所属になりましたってことで罪を償ったことになってる。私たちに関係ないですよね、そんなの。自民党を辞めようが居続けようが何の影響もない。この裏金をこれだけパクったってことに対しての議員辞職だったり逮捕されることもない、おかしな世の中ですよ。そしてお地蔵さんに供え物をしてあった100円のポップコーン、地蔵に備えてあった100円のポップコーン、お腹空いて死にそうやったから食べたって、その人逮捕されたんですよ。おそらく地蔵は許してくれたでしょう、本当に飢えてそうなったんだったら。でも罰は受けるってことなんですよ。でも裏金を1512万円作ったおっさんも無罪放免、議員を続ける。1408万円作ったおっさんも無罪放免、議員は辞めなくていい、納税もしない、納税もしない、逮捕もされない、納税もしない、逮捕もされない、納税もしない、逮捕もされない、納税もされない、逮捕もしない、いい加減に、もう本当にもうぶっ壊すしかないじゃないですか、こんなやつら。そう思いません、皆さん。私はそう思うんですよ。今こそ、これはこういったふざけたことにあぐらをかけ続けているような人間たちがこの国の中心にいることによって、自民党による30年の国の経済停滞、多くの貧困格差を作り出した上に、自分たちの腹だけどんどん肥やしていく。そして彼らが肥やしているのは自分たちの腹だけじゃないんです。彼らの企業献金や彼らの組織票、自分がバッジをつけるのに必要な人たちにご恩返しをするというさまざまなルール改正を行っているんです。皆さん今日もお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。今回はいきなりなんですけど、まずはじめに泉房穂さんのこちらのポストを読み上げさせていただきます。そんなにまでして自民党にすり寄りたいのかと愕然とする。企業団体献金の禁止あたりを勝ち取ったのならまだ理解可能だが、たかだか10年後の領収書の公開ごときで合意とは、そもそも自民党にすり寄りたかっただけとしか思えない。これで維新も終わりだ、さらば維新というこのポストなんですけど、1万超えのリツイート、リポスト、3.3 万のいいねが6月3日現在あってですね、自民党、公明党以外の政党とは分け隔てなくコミュニケーションを交わして、ホリプロに所属してメディア出演のポジションを確保しながら、テレビに出してもらえなくなるギリギリの発言を保ちながら、本人曰くどの政党にも肩入れすることなく
野党による大同団結の機運が高まる機会を伺い続けてきた泉さんなので、こんな風に見切りをつける宣言をするっていうことはよほどのことだと思うんですけど、一体何があったのかというとですね、こちら毎日新聞の記事なんですけど、一気に読んでみます。政策活動費10年後に公開で自民・維新党首が合意、維新は自民案に賛成へ。岸田文雄首相自民党総裁は31日午前、政治資金パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法改正に向けた法案修正をめぐり、日本維新の会の馬場伸幸代表と国会内で会談した。会談では政党から議員個人に支出され使途が公開されない政策活動費について10年後に領収書などを公開することで一致、議員が自ら代表を務める政党支部に寄付し所得税の控除を受けている問題については税制優遇措置を禁止することで合意した。維新はこれらの合意事項が反映された自民案に賛成する方針だ。会談後、両党は3項目からなる政治資金制度改革に向けた合意事項を岸田首相と馬場氏の署名入りで発表した。政策活動費については政党から政治家個人への寄付の特例を廃止すると明記、年間の使用上限を設定した上で10年後に領収書・明細書とともに使用状況を公開するとした。また国会議員に毎月100万円が支給される調査研究広報滞在費、旧文書通信交通滞在費については使途公開と残金返納を義務付ける立法措置を講ずることで一致した。旧文通費も使途公開の必要がないため不透明さが問題視されており、衆参両院議長のもとに設置する協議体で議論する。馬場氏は会談後、要求してきた企業団体献金の禁止などでは折り合えなかったことを踏まえ 100% とは言えないとした上で、一歩でも二歩でも改革を進めるのが維新の考え方だと指摘。政策活動費の10年後公開など維新案が盛り込まれたことを受けて、法案の採決については採決で賛成する方向だと語った田中博之。ということで、こちらがその合意文書なんですけど、この規制法改正案のひどいのがですね、10年後に公開だと贈賄罪、収賄罪、加重収賄罪などの公訴事項がどれも10年以内っていうことで全部クリアできてしまうようなんですよね。違法行為をしてる政治家がいても捕まえられなくなってから違法行為が判明するっていうことですよね。加えて企業団体献金には指一本触れることなく、公明党と交わしたパーティー券公開基準5万円超えの合意も年間ではなく1回あたり5万円なので、5万円を超えないように何回もやればいいだけっていう抜け穴があって、しかも実施時期は法律の施行から3年後ですから、当面は今のまんまなんですよね。1ミリも反省の色なんてありませんし、1ミリも国民のための政治を行おうなんて気はこの後に及んでもさらさらないことは明らかで、長崎市での講演で茂木さんが全く新しい自民党に生まれ変わるなんていうことを述べたそうですが、つくづくオブラートに包んでも放送禁止用語しか出てこない、腐れ外道の犯罪者集団以外の何者でもないですね。万博を通じてだんだん維新の実態が世間に明るみになるにつれて、自分たちの人気が落ちてきたこともあって、長いものに巻かれる道を選び始めたっていうところなんでしょうかね。公明党と同じく自民を補完する、自民が自民であることを支えるための勢力であることをもはや隠しもしない立ち位置にシフトした感がありますね。自公政権が過半数割れした際には連立を組むことも国民が知らない裏側では合意してるのかもしれないなぁと。一歩でも二歩でも改革を進めるのが維新の考え方だっていう馬場さんの強気のセリフが何とも痛々しいです。いずれにしても思うことは、維新と近しい思想を持ってるとされてきた泉房穂さんが維新との決別を宣言した、
維新が国民の敵であるとみなしたっていうことは結構大きいことだと思うんですよね。その泉さんが好きか嫌いか信用できるかできないか問題は一旦置いといて、影響力が大きい泉さんのようなインフルエンサーがテレビで自公政権に加えて維新も批判してくれることは国民にとってプラスの要素ではあると思うんですね。今月16日には令和新選組の辻恵さんとの講演会も予定されているとのことで、辻恵さんのポストによると6月16日14時に衆議院当選同期の泉房穂前明石市長がホテルアソシア豊橋に来てくれます。当時は民主党政権成立前夜で古い政治を変えるんだという強い意気込みでお互いいろいろ話し込みました。今こそ裏金まみれの金権政治を倒すために一緒に力を合わせて頑張ろうと確認し合っています。ということで、動画配信されるのかどうかは分かりませんが、当選同期であることに加えて同じ弁護士としての2人のこの対談にも注目したいと思います。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。